演舞開演。どうも、本日はこちらローソンのピザロードを食べたいと思います。どんな感じですか？普通に具材が入っているピザロードなんだけど、ピザのものなんですが、やっぱ感じます。やっぱり中華まんっぽい。では、いただきます。じゃないの。では、いただきます。どっちなんでしょうね。まあ、美味しいからいい。パリと言いますか、中華まんの濃いのは外見だけではなく、弾力もそうでした。ちょっともっちりとしていて、その中に入っているピザソースとチーズがとっても口の中に広がっていて、相性が良くて美味しかったです。手軽にピザを食べることができるという点ではいいかもしれませんね。しかも低カロリー、ピザマンよりも低いっていうのがいいかもしれません。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。改めて美味しかったのかな。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。